まだ私を殺そうとしておられるようで、まだ朝は来させませんよ。朝呼吸を封じましたか。無意味なことを。しかしもう少しだけ楽しませてください。そうなった。意外と素直ですね。ではエア、空気が戻れば呼吸が。どうして一体自分にいる。お前は原子炉を知らない。呼吸できなくなれば空気を戻せばいいと解釈するよな。だが俺が消したのは酸素のみ。存在するものは消え、しないものが出現する。このルール。ではエア、他の機体は消え、酸素は戻る。つまり今この空間は猛烈な減圧と単体で取り込めば猛毒でしかない酸素のみ。しかしこの状況はあなた方も同じこと。何を。実家の呼吸。これがお前と俺らの決定的な差だ。シロ、行くぞ。アトモスフェア。アトモスフェア。大気圏がなくなり、生じたゼロ気圧によって体内に残ったわずかな空気が膨張し破裂する。俺らが空気を全て吐き出した意味が分からなかっただろう。まだ無駄なこと。これが真空になれば音は生まれない。30秒以上答えが出なければ。私の負けということですね。なるほど、今に手にしておくのがもったいないほどでございます。ならばこそ今度は感謝の敬意を込めて返答いたしましょう。お分かりですか。この差こそイモニティが絶対的に超えられぬ壁。あなたに答えを出す手段はない。最後は自ら仕掛けた音のない世界と灼熱の大地によってあなたは負け、私が勝利したのです。原子が引き合う核力だけが残ったことで起きる。それは本来超大型惑星の最後、重力崩壊によってのみ引き起こされる天文学的現象。すなわち数光年の星系をも蒸発させるハイパーノヴァとなる。摂氏500億度、大学に越しの大変な大変な大変な。そういうことでしょうか。確かにこんな悪さでも先に死んだ方が負け。最初の爆発は相手が知らない概念の具現。